どうも、秋です。栄冠9やっていきましょう。はい、8年目秋大会ラストやっていきたいと思います。これに勝てば選抜確定です。&強豪を維持できると思います。はい、行きます。ついに、ウーム高校8年目にして初の選抜出場なるかというところでね。まあ負けてもね、この時点でもう可能性はあるんですけどね。さあ行きましょう。誰にしようかな。つゆきか、あー、微妙だな。まあ、つゆきにしとこうか。試合開始。調子は良さそうだったね、みんな。でも、前評判もそんなに強いチームではなかったので、よろしくお願いいたします。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側、高校チーム。三塁側、ナス。拍手に送られて、お願いします。さあ、ここで戦力がどれくらいか。総合戦力。おーっしゃ、なんでこんなチームがここまで勝ち上がってきたんだ。これちょっと恵まれすぎだね、この大会。対戦相手に。まあ、一回総合戦力 B の相手と戦いましたが、それ以外は基本的には、超恵まれてたんじゃないでしょうかね。うわ、マジか。これは来たね。ついに初の選抜。こんなことあるんですね、逆に。まあ、今年は例年に比べ、ちょっと待て、総合戦力 D だよね。待て、今年は例年に比べて結構チームは強いんだなんて言おうとしたら、秋大会の時点ではね。なんだ、どうした、おい。キャッチャー、球速は遅いけど、あとはいいのか。キャッチャーの方もいいと。盗塁はちょっと厳しそうだな。マジで？やだよ。勝ちたいよ。5点はやばいな、さすがに。なんか、皆川が今一つなんだよな、今のところ、この大会。ここはファインプレーに阻まれました。スリーアウト。よし。さあ、昨日も強いですね。1年ですよ、1年。マジか。まあ、見どころ作ってくれた方が動画的にはね、面白いかもしれないけど、さすがに5点差、今4点差、それはちょっと危ないよ。皆川どうした。皆川結構強いんだけどな、本当に。入らない。よし、ダメ。頼む、先発確定にしたいのと、多分ここで負けるとすぐ強豪校じゃなくなると思うんで、それだよね、一番は。強豪校キープしたい。強豪校キープして、本当に選抜出れると、このオフがすごいことになる。1年生入ってくるまでの間に、すごい成長を遂げられると思うんだ。さあ、強気頼む。うわ、マジか。やばい。魔物持ちもあんまいないんだよね、今年。おっ、ホームラン打っていいよ。強いね。じゃ、とりあえずホームラン打ってくれ、マジで。やばい。石崎、ヒットマンです。前の試合、すごいヒット打ってます。あ、引っ張りじゃないね。流し打ちの方がいいと思います。よし、OK。あ、OK じゃない、正面。やばい。あ、ピッチャー変わってる、しかも。寺沢。ここに来ていきなり総合戦力 D の相手に負けたくないよ。取れるよ、ゲッツー取れるよ、むしろゲッツー取れるよ。おー、くそ。
えー、やばい。もう一点もやれないよ、マジで。あ、やばい。どうした急に、ウーム高校。前の試合確か総合戦力 B の相手ですよね、勝ってるのは。出れっかな、選抜これ。コースお任せにしよう。よし、オッケー。セカンドから一塁送球。いやー、マジでやばい。6点差か。6点差マジでやばいな。なかなか6点は取れないぞ。落ちろ落ちろ、マジで落ちろ。くそ。強振にしよう。頼む、池上、池上、アキラー、落ちろー。くわー。これでワンアウト。さあ、思考を研ぎ澄ます。よし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 、入ったか、入らないか。とりあえず3点ぐらい返そう、この回。やばいよ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 。もうこれ代打でしょ。さあ、日押しいきますか。うわ、成田の調子悪い。いや、でももうこんなの、もう代打出すしかないっすよね。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。お、相手疲れてるぞ。あー、抜けない。くそくそー。これでツーアウト。ランナーランナー、強気頼む。お任せにしよう。お祭り男使え。よし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 、これで2点返ったか。とりあえず2点返したぞ。2点返して7対34点差。もう1点返そう、この回。もう1点返そう。これ譲り原ホームラン打ってる。ナイス、頼むよ譲り原。もう1本もう1本抜けろ。くっそー。いやー、いやー、1点取られてるし。そしてまた、なんだなんだ、どうした。おい、どうした。おい、セカンド取れる。うわー、出た。走力遅いから、本当にこれ走力遅い。セカンドはダメだ。まさかすぎるな、本当に。取れるよこれは。よし、クソ、この回入れられた1点が大きいよ。あと2イニングで5点。いやあ、序盤に崩れた皆川が悪いみたいなところもあるな、これマジで。うわうわうわ、これつらいぞ。これ辛いぞ。よし、いやー、総合戦力だけに表示されない何か強いものがあるよね。それはここまで勝ちすね、勝ち進んでる高校なんで、それは何か強くないと来れないような。何点差今、何点差だ。うわ、6点差。てかヒット打たれすぎじゃない。うわ、ツーアウトかよ。頼む、こっから6点差ひっくり返したらマジでレジェンド。入れ、惜しすぎる惜しすぎる。うわー、振れ振れ振れ、とりあえずバットを振らないと始まらない。バクンバクンバクン、よし
ト。へい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 、もう一球もう一球もう一球、よし見逃し、よし、うわー、6点取れるか。6点いないな、代打もう。もう代打もいないぞ。頼む、6点くっそ、超えろ。よし、とりあえず先頭バッター出た。こっから繋ぐんだ、マジで。奥田はね、代打出したいな。いや、でもいないな、いないんだよ。お任せで。V 出ろよ。あー、正面、くそー。フルーチは代打でしょうね。お祭り男ナイス。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。いや、これ待って、ま、いや、わかんない。うわー、うわー、これでツーアウト。ランナーはランナー、終わんな、こんなとこで。うわっ、うわー、くっそー、まだまだチーム力がまだまだってことだな。大差だもんな、だって実際。うわー、まさかの総合戦力 D の相手に負けた。ピッチャーだな、やっぱピッチャーをもうちょっと頑張らないとな。ピッチャーやっぱ育てないといけないですね、問題は。まあけど3点しか取れてないっていうとなると、もちろん打撃力もそうなんですけど、ちょっと皆川がね、もうちょっと育ってくんないとっていうところありましたね。うー、くっそー、最後の最後で。あれ、あ、でも強豪校保たれてる、よかった。あ、強豪校保ってる、あ、よかった、それはよかった。なので、これでよかったんで、もう、これ、選抜出れれば何も悪いことはないです。はい。選抜にさえ出れればね、50% だったっけ、ここで確率。いやー、もうちょっと天命を待つしかないっすね、これは。天命を待つしかないっすね。練習指示しよう。練習指示で。あー、もう両方磨き終わるぞ。先にじゃあこっちから磨け。マジかよー、マジかよー。まあ、この辺はいいや。この変化球だけ見たかったから。頼む、甲子園出させてくれ。選抜、そこだけもう願うしかないな。もうあとは願うしかない。で、選抜出たらね、上に行けるようにこのオフにしっかり鍛えておきましょう。21世紀枠的なね。お、栗山、さすが栗山監督、一巡だね。お、筒井。あ、しかも筒井から選ばれた。平川、小原、小原がエースだったのに、中継ぎエースの方が上位じゃん。でも実際東海大相模も吉田くんの方が先発してる回数多いんじゃない、甲子園で、みたいな、そんな感じかな。よーし、オッケー。21人通算。ウームオールスターズもう組めるじゃん、多分各ポジションいますよね。はい。いやー、頼む、選抜出させてくれ。よし、皆川ナイス。まあこれでね、皆川の変化量が、そう、大会期間中にちょうど上がりきらなかったからな、そこもなんて言うんだろう、マイナスといえばマイナスだよな。練習試合申し込むか。
どうせ土曜日赤マスだし、そこそこでいいや。ちょっと3が多すぎて怖いんで、3を消費しておくのは大いにあり。で、この何もないマスもね、何もないマスでしかないいいことが起こるそうなんで、僕攻略本買ったんですよね、ついに。分厚い攻略本に書いてあったんで、はい。皆川がこれで4号になったらまた変わってくれっかな。テラサは請求アップ、うん、テラサはこっからどうしようか。急速アップに1回持っていこう。宮下、お前も急速アップだ。で、堀口が変化球磨くの、次スライダー方向を磨いた方がいいね。成田、大エースになるよ。で、スタミナは結構上がったと。変化球磨きましょうね。成田まだ変化球3-2か。で、古内が、確か、変化球、カーブは5にするんだよね。ただ、ここは変化球磨くで、こっちを磨きましょう。金井、で、金井をどうするかなんだよな。盗塁 C を生かすために、まあ、ちょっとあんまり守備は良くないキャッチャーというか、守備は D 止めにしようかな、じゃあ。盗塁 C を生かしたいんですよ、僕的には。総力アップ。2番バッターを出したいかな、金井に。総力アップ、ダイソー。パワーアップ。大津パワー S、まず行きましょう。奥田は本当、ああ、でも総力44まで来たか。守備範囲が狭い、まだまだセカンドとして。つゆき。ミートアップ、総力 A 行くでしょ、これで。よし。よーし、ゆずりはらオールシーンになった。クール。盗塁 C 生かしたいね。じゃあ、こっからミートと総力だけ上げよう。ゆずりはら、こっからミートと総力だけ上げて、こいつもまあ盗塁できるようにしたいですね。ミート A、総力 A 行けないかな、夏の大会までに。ちょっと厳しいか。日吉強くなったな。石崎。で、センターはやっぱね、守備一人上手い人を作りたいんで、誰が一番守備上手くなりそう。石崎そんな守備上手くないな。昨日の方がいいか。石崎はそうですね、広角と流し打ちも持ってるし、打撃に振って、で、池上はそんなに守備上手くないと。昨日かな、昨日守備振りますか。で、センター守らせよう、こいつ。よし、よし、ありがとう。3が多い。で、素振りはひぼいんで、ここで消費しておきましょう、素振り。さあ、練習試合行きましょう。いやー、本当にこのオフしっかりもう一回鍛え直すぞ。大津。いやー、大津強いな。補給だけ上げてもいいけどな。おーおーおー、やっぱ皆川が点取られてるね。あ、菅野のが。てか、菅野お前いつもこの高校にいるな。菅野お前いつもこの高校にいるわ。硬い、めっちゃ弱い。菅野いつもここにいるわ。よいしょ。いや、大津のでっかいホームランが見てみたい。オッケーオッケー。こんなのをね、夏大会ではいっぱい見せてくれよ。選抜な、そして出させてくれよ、選抜。高校通算4本しか打ってないのか。これ、通算打率？通算じゃないかな？どっちだろう？今年だけか。お、いいねー。いいねー。
タッチアップ、奥田引っ張り、お、いいね。どうした、さっきそれくらい打てよ、さっきそれくらい打てよ、お前ら、おい、さっきそれくらい打てよ、おいおいおい、さっきこれくらい打てよ、クソ。でもさっき9点取られてるからな、打つ前に守らないとね。守備はそれなりに整えてるはずだから、やっぱ投手陣だよな。おおい、どうした、どうした、菅野に相性がいいのか。あ、まずい、1点取るとあれなやつ、終わるやつ。1点取ると終わりなやつ。もう最低限出したい人だけ出そうか。絶対育てておきたいのは、岡村は代打として育てておきたいかな。あえてカード使わないやつね。あえて使わないやつね。点取らないでほしいやつね、むしろ。オッケーオッケー。あえてセーフティーバントをしていくやつね。これセーフティーバントは無理そうだな、こうやって見ると。あえてね、セーフティーバントをしていくやつね。よし、一人ずつ出すか。もうスタミナが一番あるやつを最後に投げさせればいいから、じゃあテラサを最後に投げさせるんで、これで一人ずつ出していきましょう。よし、練習試合は本当に全員出すこと大切。練習試合だからコールドなしにしたらいいのに。練習してるんだぜ俺ら。早く試合を切り上げたら意味ないぜ。これ組んだ意味ないぜ。おお、やっぱ大津ね。補給が F37 なので、まあ今のはね、あ、でもエラーになってるからヒットになるかなと思ったけど、まあこれがたまにあるんで、もうちょっと補給上げてもいいかなっていう。上げようかな。実際どうだろう、難しいとこだよな。ファーストの選手だからと思って放っておいたけど、このオフもうちょっと、まあ、勝手に上がってくれないかなっていうのが僕の願いだったんですけどね。もうちょっとあんまり上がりそうもないから。うわー、この試合の大津やばいな。3ホーマー、4打数4安打、3ホーマー。で、7点差ついちゃダメーと。ダメよ、ダメダメーということでね。けど、こうやってセーフティーバントやってみて、セーフにならないかなと思ってるんですけど、ならないな、なかなか。というわけで、今後セーフティーバントっていう選択肢はなくそう。自分の中でね。まあ、いいか。フルーチもうちょい投げろ。藤村、レフト取れるよ。よし、オッケー。タイム、投手交代、寺沢タイム、守備交代、全員出しましょう。よし、一塁手、外野手、キャッチャー、あれ、ああ、そしたらキャッチャーあれか。だから
こうでいいや。オッケー。さあ、あー、くそー。これ前回の試合と点差が逆ですが、まあこれ、おい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 、これくらいで勝てると思っていたんでね。守備下手だな。まあもちろんベンチの選手は守備上げてないんでいいんですけどね。さあ相手の大津は、うわ本当にセカンドの守備が下手ですね。やっぱ二遊間は守備上げないとダメですね。まあずっと守備上げてますけど、セカンドは入部以来ちょっとこのセカンドは足引っ張ってますね、守備で今。まあバッティングも8番ですからね、よろしくないですね。よし、ちょっとセカンドは本当に早急に守備上げよう。いや、大津が大活躍の練習試合でしたね。あららららあんまり練習試合って上がんないんだよな。わっ、ショップ欲しいな。1来ないかな、これで1来ないかな。神奈川のノリノリくん。あーでも本当に、あーこれ僕ね、実はねアイテムを栄冠ナインやってたらポイントが貯まるんで、まあそのポイント使うのはいいかと急に思いまして、緩和指南書買いました。この辺のやつ、はい。なんかプロ入りとかすればくれんのかな、わかんないけど、まあそれでアイテムね使うのは悪くないかなと思って買うのは、栄冠ナインでもらったものは栄冠ナインで使おうかなっていう感じですね。はい、ただあんまりいいアイテムくれなかったからあんま意味なかったっていうね、結果。もちろんやります。まあでもたまに8月21日とかね、全部野球マス止まりたい時あるので、あの全部1にするやつとかは買っておいて損はないかなと思いますね。選手の性格変えるか。石崎はやんちゃ、やんちゃ石崎受け入れる。熱血男。微妙だな。やんちゃのままでも良かったレベルだな。本屋は行きたいな。いいやつがいっぱい来るな。とりあえず2でいいか。よし、皆川が5-5になったぞ。リリース丸、来年のエースに覚えさせようかな。皆川はいい山だ。お、いいね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 。振り打撃ナイス追撃。多いやつを消費しておきましょう。3かな。よし、このオフはしっかり鍛えるぞ。うおー、もうちょっとこういう感じでねばらけてきてほしいんだけど、さっきとか一気に来たから踏みにくかったよ。OB が一気に来ると踏みにくいんだよ。いや、これむしろスカウト踏むんじゃなくて何もないマスを踏む方がいいまであるか。でもまあ、マイナスが起こることもあるからどうなんだろうな。
奥田。奥田が、本当に微妙なんだよな。こしとこ。3からの5かな。3からの5からの1かな、これは。よし。12月。選抜決まるのって1月ぐらいでしたっけ？楽しみっすね。はい。お前も伸びいいなのか。宮下も伸びいいか。まあ、150キロは行ってほしいんですよね、でも。じゃあ変化球磨くにしようかな。変化球磨こう。で、皆川も伸びいいなんでね。まあ、150キロは行きたい気持ちもあるんですけど、変化球磨くはいいや。5-5でとりあえず止めよう。制球アップ、コントロール A にしよう。変化球磨く。変化球磨く。変化球磨く。よし、1年は変化球磨くよ。走力アップ。走力アップ。松浦もいい代打になってきましたね。ただな、こいつは特殊能力がひどい。大津パワーなかなか上がらなくなってきた。あ、でも補給39まで来ましたね。さっき37だったんで。まあいいまでは行くでしょう。まあほっとこうか。奥田は、走力をまず D 持っていこうか。いや、やっぱひどいものから上げていくべきだな。セカンドは穴をなくそう。ゆずりはらいいね。日吉ミートアップ、石崎ミートアップ。池上どうしようかな。こっからミートあげよう。で、昨日はセンターを守らせるために守備も上げていくと。よし、オッケー。さあ、本当に選抜出させてくれ。選抜、今年は出たい、マジで。頼む。今年ね、出られるとかなり大きいと思うんで、ちょっとそこだけ願ってね、今回の動画終わろうかなと思います。次回間違いなく選抜出場かどうか決まると思うんで、ぜひとも皆さん一緒に祈ってください。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい。ただね、久しぶりの、本当に何年かぶりのオフの黒土だと思うので、これはありがたいと思います。はい。オフ黒土でね、過ごせるのは今後の、成長につながってくるかなと思うので、そこはポジティブに捉えていきたいなと思います。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。引き続き、ウーム高校への5000円、高評価ボタンでよろしくお願いいたします。アディオス。